はい、どうも皆さんこんにちは、ボドカです。というわけで、本日はですね、まあモダンオフェア3で俺の偽物の L9 ノーンとかいう謎のオベイタグのね、雑魚をボコボコにしてる動画でも見ながらね、まあワールドウォー2の情報についてちょっと喋っていきたいなと思います。まあ皆さんワールドウォー2の情報ね、もう E3 とかで、タマオちゃんとかは結構上げてると思うので、割と知ってる方の方が多いとは思うんですけれども、まあ、最新作のね、マルチプレイヤーの情報が続々と、まあ動画だったりだとか、あとは運営が発表した情報だったりとかで、発表されて、もうだんだん新作が来るんだという感じになってきましたね。で、ベータが確か8月25日から6日間 PS4 はできるみたいで、非常に、楽しみでございます。で、たまおちゃんとかおっぱしさんとかジャンヌさんとか日本人でいたあの3人が多分ね、もう動画はすでに上げてて、たまおちゃんとかパマジと会ったりもしてて、すごい羨ましいなと思いながらね、指を加えて見てるんですが、まあ、俺もね、まあ、向こうで現地の人たちがマルチプレイできるようになって、アップロードして最速で見たみたいな感じでね、もう朝までずっと起きてたんで、まあ、結構楽しみだったんでね、なんだかんだ。で、見てたんですけれども、まあやっぱり面白そうですね、今年は。まあ期待はね、今まで散々裏切られてきましたから、どうなんかなっていうのはあったんですけれども、もう今回に関してはもうだいぶ期待できますね。で、たまおちゃんと少しリプライ交わしたりして喋ったんですけれども、モダンウォー系と BO 系の中間に位置するような感じ、雰囲気っていうか、使いやすさとかですか、武器の使用感とかもなんかそんな感じっぽいので、いや、ますます楽しみですね。まあ、モダン系だったらもっと良かったんですけれども、まあ、前回がね、モダン系だったんで、インフィニティワードがやってて、インフィニットウォークやですね、がやってたので、まあ、今回は、スレッジハンマーということでね、AW 作った会社がどうなるかなとは思ったんですが、BO 系とモダン系に近いような操作性でできるということで、非常に楽しみですね。で、みんな多分見たとは思うんですけれども、スナイパーライフルは、スプリングフィールドっていうね、ワールドアットウォーでも登場していたスナイパーが出ます。ワールドアットウォーでは非常に使いやすいスタンダードなスナイパーですね。スコープが初めからしっかりとついていてって感じで、なかなかね、使いやすい、もうほんまに M19 なんとかみたいな感じだったと思うけど、まあほんまになんかスタンダードな SR が出るみたいです。あとはカーとかかな ?PUBG とかでもおなじみのカー 98K っていう。スナイパーが出たりだとか、多分おそらくドラグノフとかも出るんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、かなり楽しみですね。ドラグノフ出んのかな、どうなの、当時あったかは分からないんですけど。で、SMG が MP40 と、あと、トンプソンが出るのは見ました。で、なんかね、軽機関銃めちゃくちゃ強そうなのがあった。もうそれでキルログにめちゃめちゃ出てる時間、回数が多かったんで、おそらくね、今回も軽機関銃に、ね、強いのは一つ絶対あります。なんかサスコープがちょっと変な、感じの軽機関銃なんですけど、あれがね、おそらくぶっ壊れてるくらい強いと思うので、そこら辺がちょっと脅威ですね。まあスナイパーはね、パマージとか、あと他のね、ストリーマーとかのやつを見たんですけど、すごい使いやすそうでしたね。で、今回息止めをしたら周りのなんやろうな、景色が一切見えなくなって真っ黒になってしまうっていうデメリットはあるんですけれども、息止めをしない状態だったらしっかりと周りも見えてって感じでね、透明でで感じだったので、でマップも消えないし、まあそこの点に関しては俺的にはいいかなとは思ったんですけど、スナイパーライフを除いて息止めした瞬間にちょっとね、キル力が消えてしまうっていう、最大のフィーダーにとっては最大のね、脅威とも言えるシステム性を発見してしまったので、そこら辺がちょっと怖いかなっていう感じはあるんですけれども、まあそれを抜いてもね、今作のスナイパーっていうか、次回作のスナイパーはすごい使いやすそうだったので、もうマルチプレイヤーのゲームプレイ動画を見た感じは非常に好感の持てる、すごい期待のできる作品でしたね。どうなるかなとは思ったんですけどね、これは何回も言うけど、どうなるかなと思ったんですが、まあなんかね、運営が今回は戦術的でちょっとスピーディーではない感じの試合展開になるだろうみたいな感じでね、言っていたんですけど、動画見た感じ全然スピーディーでね、フラググレネードとかも強そうな感じやったし、まあ、ある程度解けるとは思うんですけど、
そこまでね、芋ってたり、待ってるやつが強いっていう感じの印象は全く受けなかったので、そこら辺に関してはかなり良かったですね。まあ、フラグがね、おそらく MWR ほどではないと思うんですけれども、なかなか、全作品の中でも強い部類に入るくらいフラグが割と脅威になると思うので、まあ、そのフラグに対する対策とかをどうするのかっていう感じですね。今回パークあんのかな？なんかパークなさそうな感じやってんけど、どうなんですかね？パークあるんですか？まあそこら辺は詳しくよく見てないとわからないんですけど、まあ何よりもベータが楽しんでるんですねっていう話でした。はい。で、ポイントもね、今回確かポイントが繋がってマルチキル的なの要素はおそらくあると思うので、いやーマジで楽しみ。マジで楽しみ。あんまりね、そこまで期待っていうものはなかったけど、まあほんまに今回に関して楽しみですね。まあみんながどう思ってんのかはね、よく知らないですけど、まあブーストがなくなったりだとか、そういう点も含めてね、AW 以降ですか、始めた方たちにとったら少し新しい感じの COD にはなると思いますが、古参の人たちからしたら、ついに待っていた、この従来の地に足がついた COD っていう感じでね、まあ古参っていうか、まあ BO2 とか、ゴーストくらいですかから始めた COD の人たちはね、すごい、あ、懐かしいなっていう感じで期待できるのではないでしょうか。ただ、まあブーストとかね、慣れちゃってる人はちょっと試合展開がスピーディーじゃなくて今も増えてどうなのっていうのはあると思うんですけど、これが本来の COD ですから、おそらく勝って損はしないと思います。というよりもね、そのブースト系しかやったことない人は PS3 のね、もし PS3 を持ってるんであれば PS3 の地に足のついたゲームとかを買ってプレイしてみるのも手だと思います。モダン3はなんだかんだ人いますね。で、BO もチームデスマッチやったら全然多分マッチングすると思います。で、BO2 とかもガンガンマッチングするし、ゴーストはどうかなっていうのはあるんですけど、ゴースト PS4 でもできるな。うん。まあ外人部屋が多いと思うけど。まあなんで、まあモダン3とかね、ブラックオプスとか BO2 はすごい人気作やし、で、プラスで、まあやっぱり今 PS3 現行機じゃないので、すごい安く売ってるんで、学生の方でも求めやすい価格だと思うので、ちょっと地に足のついた COD をね、やったことがないっていう方がいましたらですね、ぜひ中古ショップとか Amazon とかの中古でもいいんで買ってみてね、プレイしてみるのも、ええかなとは思います。いきなりね、ブースト系しかやったことない方がですね、その、地に足のついた COD をね、やることで、多分すごいストレスが溜まると思うんですよね。だから、地に足のついた COD はこんな感じなんやでっていうのをね、体に若干覚えさせておくっていうのもね、ワールドウォーツを楽しむ一つの手かなとは思うので、楽しみですね。で、雰囲気がね、よく BF1 とかに似てるって言ってる人、Twitter でめっちゃ見かけたんですけど、そんな当たり前なんですよ。時代背景がほぼ一緒やからさ、そんなもん当たり前で、近代戦もそんなん言ったら、近代戦もモダン3とかとさ、BF4 とかってさ、なんか似てるとこあるやん、銃の感じとかでさ、まあ、だから多分そういうことなんですよね。近代戦ってこ、近代戦やったらもう時代背景が一緒やったらほぼ似てんねん。で、プラスで第二次世界大戦中やろ。で、銃とかさ、ダサいやん正直。近代に比べたらモダン2とかさ、ああいうのに比べたら全然武器とかダサいと思うんですよ。そんな当たり前なんですよ、昔の作品やからね。まあただね、やっぱり最新作ということもあってか、その古い感じをあまり感じさせないような感じの作りにはなってましたけどね。銃にちょっと光沢を出して新しい感じにしてたりだとか、あとは PS4 の機能でね、他のなんかオブジェクトとかをしっかりくっきりさせてたりだとかは結構見受けられたんで、まあそこの点に関しては全然いいかなとは個人的には思いましたけどね。まあこれでもし文句をね、この時点で文句を言ってる人がいるんやったら、それはもう何のゲームでも多分今後文句を言うと思う、俺は。まあな、いるからな、ひどい。トライアークだったっけ、トライアーク卿みたいのがいるんでね、BO 系のシリーズ手掛けてる、BO、ブラックオプス2、ブラックオプス3を、このね、3作品を手掛けてきた、会社の作品しかできなくて、この会社の作品しか愛せない輩が、まあいっぱいいるんで、まあその人たちにとっちゃね、ちょっと微妙かなっていうのはあると思うんですけど、いやー、それにしても楽しみですね。で、このスレッジハンマーの年が終われば、また次、みんなの大好きな BO 系を手掛けた会社が担当する COD になるので、まあここ2年くらいはね、また COD 安泰なんじゃないかなとは
思ってます。まあ今回こけたらね、もう完全に COD 終わりなんですけれども、まあそんなことはおそらくないと思うので、あの感じだと非常に楽しみでございます。でマップも広いとかそんな感じのねことを言われてたんですけど、全然広くなかったですね。そこまで広いように感じたのは、多分マップっていうかルールのせいだと思うんですよね。今回なんかペイロードみたいな、オーバーウォッチのペイロードみたいな感じのマップがあって、そこのマップとかはさすがにね、あの戦車とか移動させてやるモードだったので、ちょっと広いかなとは感じたんですけれども、それ以外のあの雪のマップだとかそういう感じはそこまで広いっていう印象を受けなかったり、あとなんや防空壕やったっけ、そんな感じのさとかあったやん、ステージ で、ああいうところもそこまで広いっていう感じの印象は受けなかったので、まあ今回も SMG は割と強いんじゃないかなとは思いました。はい、てな感じでね、今日は雑談なんですかね、よくわからないですけど、モダンウォーフェア3のシアターを見ながら次回作について少し私の個人的な意見を語っていきました。この試合はですね、敵の下から3番目にオベイタグ、そして L9KNWZ というやつがねいてね、完全に俺の放送見て入ってきたろうってレベルのやつだったんですけど、本物との格の違いをバチバチ見せつけてやりましたわというわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上 VDK でした。さよなら、バイバイ。